道の駅津野に来ました。道の駅津野、さあ宮崎にしかない自販機を嫁が発見しました。 3S。 これね、以前堀田君と企画で探したやつです。元気かいとかヨーグルッペって久しぶり聞いたね。そうだね、確かにね。シューガーナッツドリンク、スーパー元気かい。すげえな、やっぱな。ご当地入ってたら分かるけど、トマトソフトクリーム、トマトか、トマトちょっときついね。どうなんだろう、美味しいんかな。聞いたら全部絶対美味しいって言わせるよね。なんだ、願いを叶える石餅神社。こちらの石は角神社でお祓いしてあります。神社のおがき内に奉納すると願いが叶うと言われてます。だって、これ持っていこう、後でこれを、神社の、まあ多分石垣だよね、中に入れたら願い叶うんだって。持っていきましょう、持っていきましょう。じゃあ俺、この割れてるのがいいな、こういうのがね。じゃあ俺これを持っていきます。しかもなんか化石っぽいの入ってるし、よしこれにしよう。こっちも金柑。ああ、ついに出会った日向夏。意外と安いね。何これすげえ。トマトひねり揚げ、全力でトマトやね。俺らの町もトマトの産地なのにこの売店でしか買えないらしい。買っとく？美味しいよ。食べたの？美味しかった。本当？俺も食べてみよう。ナポリタン。うん。うん。ナポリタン風味って書いてある。ナポリタンじゃんこれ。すごい。美味しいですね。うまい。バイヤゲでーす。2個。ワインラングド社。あ、やっぱね、ワイナリーがあるもんね。これもうまそうですな。ちょっとお高いんだよね、ちょっと若干ね。ちょっと貧乏人には手が出ないです。結構いろんなのがあるな。こんだけあるとご飯食べるのもここでいいな。トマト推しすごいな。トマト鍋、スターフルーツ、トマトパス、スターフルーツもあった。トマトかりんとうまで全力やね。ここまでトマトでいけるって、もうなんか同じトマトの産地から来てもちょっと恥ずかしいねすげえわ、こっちはやっぱ南国だね。南国ですね。スターフルーツ美味しいよ、本当に。結構いい味ですよ。極トマ、極ツマ的なドライトマトね。で、ゼリーもあるんだ。いやー、トマトへの愛が全力の道の駅津野でした。はい、では津野神社の方に行ってみたいと思います。お、乗ってこいよお前、ちょうどいいわお前、乗ってこいよパンダに